私は日本人で東洋人だと思ってたのに、やっぱり西洋してないよね、うん、してませんよ、西洋してませんよ。それでね、まあその死にかけた、まあいつ死んでもいいと思ってるんですけどね、死にかけたことでね、ちょっとね今までとね心境の変化がある。どう変わったかっていうとね、ちょっとね残しておこうかなって思うようになったんですね。大体あの宇宙の法則みたいなものが2000個ぐらい私の頭の中にあるんですよ。でこれはあの文字にして残せって言われても、文字にして残すのに随分時間かかるんですね。でそんだけの時間がなかなかないのと、年間300回ぐらいこう講演会頼まれて、その一つ一つについてまあ喋れって言われても、1個について2時間喋ったとしても2000個だと4000時間必要でしょ。で300回の講演会だと600時間分しか喋れないわけだから、4000時間ネタが情報がある中で600時間しか喋れないわけだから、どっちにしても全部喋りきらないで死んでいくわけですよね。もったいないなぁと思いながら、まあいいや別に、あのね、別に皆さんそれ知らなくても困るわけじゃないしと思ってたんですけどね、私が死にかけたのを聞きつけて、まあ、見舞いに来た人がみんな首を絞めて言うんですよ。死ぬ前に一つでも余分に喋ってる、簡単に死ぬんじゃねえバカ野郎、首絞めないと死んじゃいますよ、死んじゃいますよ、だから死ぬ前にちゃんと喋っていくんだバカ野郎、パシ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 というふうに脅かされたので、はい、脅かされて死んじゃうと困るので、いつ死んでもいいんですけどね、まあ、2000個のうちのいろんな宇宙法則があるんですからね、これ本当に全部喋ってたら項目だけだって、だって一つ喋るのに5秒かかるとして、5秒かける2000個だと1万秒、1万秒を3600秒で割ると5秒を喋っても3時間ぐらいかかるんですね。ものすごい距離で喋らなくちゃいけないですよ、それ全部1時間半で喋って、というような喋り方しなくてはいけない。初めての人はあっけに取られてるね、オーラのない人なのにね。それで10月28日から、まあ、27泊したんですけどね、途中で2、3回外泊許可もらって抜け出しました。だから27泊一応したんですけど、実際に23泊ぐらいですかね。で請求書見たら27泊分来てるんですよね。ねえ、だって2食3食食べてないしね、3食×4日間か食べてないし、泊まってもいないし、請求書来るんですよね。いない間はどうしてるんですかね、部屋空いてるんですかね、誰か他の人止めないんですかね。止めませんか、やっぱり他の人泊まってたら気分悪いですね、やっぱりね。午前2時に部屋の前通ったら、なんか話し声が聞こえましたよとか言って、こうドアをちょっと開けたら5、6人の人が座り込んで喋ってましたよとか言ってね、それでいろいろ探ってみたら誰も来てないとかっていうの、怖い話ですね、怖い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 ですね。まあそんな話はどうでもいいんですけども、どうでもいいんです。それでね、その27日の間にね4冊の本作りました。転んでもただ起きないんですけど、いや今までの
60年の人生の中で27日休みもらったこと一回もないので、こりゃ平和に行ってもね、ベッドに横になりながらどんどん口述筆記で原稿を作りました。その4冊のうちの4冊目が、ご縁の法則ってやつです。はい、でご縁の法則の話はこれで終わりです。ご縁の法則のことについて喋りますとは言ってるけど、どういう内容で喋るかこっちの自由裁量だから。そのご縁の法則っていうのは、ご縁玉を足のくるぶしに貼るとかっけくなる、そういうことじゃない。そういう話じゃありません。あの爽快とかいうそういう話とは違う。読んでる人がいるんだな、はい、なんか五円玉をなんかこう指に貼るとなんか元気になるとか、そんなのがありませんでしたっけ。本当にそうかい。あのね、2000個の法則の中でね、ちょっとね、2000個超えて最近発見した2001番目の法則というか、2001番目の法則はね、運の法則ってやつですね。運の法則、運の法則、うん、リンカーンとかね、ワシントンとかね、クリントンとかね、最後に運の字のついてる人がね、人気を博す、そういう評価をされる。チャールズ・ブロンソン、スティーブン・マッキーン、マック・イーンですね。それからアラン・ドロンもそうですね。ねえ、ベートーヴェンもそうですね。ショパンもそうですね。名前の最後に運がついてると、というので、吉田松陰、良寛、小林正寛。お笑いの世界でいうとね、うっちゃんなんちゃん、ダウンタウン、志村けん、金ちゃん、加藤ちゃんですね。それから、アニメでいうとクレヨンしんちゃん、サザエさん、僕ドラえもん、それから筋肉マン、アンパンマン、ガッチャマン、スーパーマンももともと漫画ですもんね。スパイダーマンもそうですね。なんか最後に運の字がつくとね、なんか人気がこう持続するらしい。結構面白いですよこれ。はい、それで子供に対して呼び捨てにしないで、お前なとかいう言い方をしないで、でちゃんとかくんとかさんとかって言ってると運の字が最後につくわけですね。そういう接し方をしてると子供が非常に順調にすくすくと育つっていう宇宙法則もあるんですよ。で私の話、まあ、東京で5時間講座っていうのを月に1回ぐらいのペースでやってるんですけどね、体が悪くなった後もやってるんですけどね。でそこに某松井秀喜さんのですね、お母さんがそう、多分皆さん知らないでしょうから、でたまたま今日も来てますっていうので、松井さんのお母さん来てるんですかって言ったら、はいって言って明るく手をお挙げになったので、前に出てきて喋ってください、5分ほど喋ってくれませんか、子育てのコツみたいなのについてって言ったら、私口下手なんですって言うから、あ、私と一緒ですって。それでその瞬間に 気心が知れて、はい、で向こうにマイクを渡して、私もマイク持って、向こうはその席の中にいるんですけどね、私は説教してるんですけどね。
それで私が質問をして向こうがマイクを持って答えるっていう形で、その時は180人いたんですけど、で松井家はなんかその呼び捨てにしたことがないそうですが、秀樹さんっていうさん付けで呼んできた、私のその把握した宇宙の法則とぴったりのことをやってきたっていうので大変興味を持って聞いたんです。そしたらその通りです。お母さんは秀樹さんと呼んできて、お父さんは秀さんと呼んできたらしいんですけど、とにかく呼び捨てにしたことはないと。で子育てに対して、気にしながら、こことは気をつけながら育ててきたことは何ですかって聞いたんです。そしたら温かい雰囲気、はい、明るい家庭ってことを気にしてきた。で、じゃあ30年ぐらい喧嘩をしなかったってことですかって聞いた。そしたら40年です。40年、そうですよね、松井秀樹さん33歳ぐらいだから30年でおかしい、40年ぐらい経つんでしょうけど、うちはの6月13日で31年でしたけども、31年間喧嘩をしてない夫婦なんですね。で向こうは40年間一度も喧嘩したことがないそうです。30年40年喧嘩をしない夫婦というのが世の中にあるんですね。そんな夫婦があったかい。分かんない人は隣の人に聞いてください、だからね、私あの嫁さんに対しては呼び捨てにしたことはないし、おいお前って呼んだことも一度前ずっとさん付けで呼んできてるんですけど、で2人の子供に対しても、子供の時はちゃんで、中学になってからさんで呼んでますけどね、はい、同じ育て方をしてた家があるっていうのがとても不思議でしたね。それで松井家とそれからもう一人、柳屋小三さん、五代目の小三さんの娘で小林公子さんという方がおられて、その人は柳屋家禄っていう落語家のお母さんなんですけど、その公子さんもその5時間講座は毎回5年ぐらいずっと皆勤賞で出てこられるので、松井家の母とその小林家の母、あ、小林家って言っても私じゃないですよ、その小三さんの娘さんと一緒に紹介をして、お互いに握手をして、お互いに60代後半ぐらいの年なので、これから友達になったらどうですかつって二人でにっこり笑って握手してましたけどね。9月の24、5、6と2泊3日でね、北軽井沢の宿が取れたもんですから、そこに天才を育てた母二人っていうテーマで合宿ツアーをやらないかというので、二人にねアイデアをね持ってったところね、二人とも OK になった。でこの母二人を囲んで合宿ツアーが2泊3日、しかも参加費が3万円です。すっごい安い。でずっと一緒に食事したり、いろいろな話を聞けたりっていうので、これはお安いと思いますけど、博多から行くと往復6万円超えますよね。でなんかふとアイデアで思ったことをとりあえず普通だったら実現しないだろうなと思いながらちょこっと言ってみると、実現していくっていうのがありがたいことですね。で一応運の法則っていうのが今2001個目ぐらいで、さらにあと続くんですよ。2002個目っていうのがあるんですよ。2002個目の法則っていうのがね、動き回る人はね、動き回る量だけね運が強くなる。運は道より生ずっていう言葉がね、中国の最古の占いの本、易経っていう本の冒頭に書いてあるんです。運は道より生ず。坂本龍馬っていう人はね、なんと晩年の5年の間に4万1000キロ歩き回った。5年で4万1000キロっ
ということは1年で8000キロ歩きになったということです。で、新幹線も高速道路もない時代、高速どころか車がない時代ですから歩き回ったわけですけど、ものすごい運動量ですよね。で、200日動いたとして1日平均40キロで動かないと、1日平均40キロを年間200日繰り返して、それで初めて8000キロですよね。すごいですよこの人。で、生まれたのが1835年11月15日、死んだのが1867年の11月15日。生まれた日と命日が一緒です、この人は。で、年齢がまちまちで、いろんな文献で違う数字が書いてありますけど、満32歳ぴったりです。で、この32年の生涯の晩年の最後の5年間でなんと4万1000キロですよ。で、この1835年に生まれた人から1000年を引くと835という数字が残りますね。1835マイナスちょうど1000、835、835はね、空海さんが死んだ年です。空海さんとね、坂本龍馬ね、同じ魂を持って生まれてきた人です。生まれ変わりってことです。はい、誰の生まれ変わりかというと釈迦の生まれ変わりです。空海も釈迦の生まれ変わりで、坂本龍馬も釈迦の生まれ変わりです。空海もものすごい量動き回りました。で、ものすごい量動き回った空海と、ものすごい量動き回った龍馬ですよね。これをシャカシャカ動き回ったと言います。で、面白いですね、この人間技ではできない話ですけど、835年亡くなった人が1000年後ぴったりの時に、生まれてくるっていうのは、1000年ぴったりっていうのは人間技ではできないですよね。お母さんが力を入れたらちゃんと埋めるとか、そういうもんじゃないですもんね。確かにその時は力入れるんだけど、1000年間ずっとお腹に力入れてるわけにいかないから、はい。で、空海さんもその88の山々にこもって何ヶ月かずつ修行して山歩き回ってるわけで、で、熊野の山を一人で歩き回ってる時に、山の上からね、こう山の頂上に真っ平らなところがあるなって、まあ、見たわけですね。で、その真っ平らなところの周りに山がこういうふうに囲っているので、それが蓮の形に見える。で、天皇に献上してこの土地をくださいって言ったのが、それが高野山ですよ。高野山真ん中が頂上が真っ平らで、周りに山の峰があるわけで、それが蓮の花に見えたっていうことは、それを見下ろすところを動いてたってことですね。だからものすごい量も決まってますね。ですからね、もし自分の人生にどうも運がないなとかね、どうも強運幸運とかっていうのとはちょっと縁がないなと思う人はね、動き方が足んないんですよ。もっと貧乏ゆすりした方がいいと思いますよ。運はどうより生ず、これは運はどうより生ずっていう言葉が運動っていう言葉の元になった。